皆さん、ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、あちらの国で起きている大規模なストについてお伝えします。ストというのは大抵は、社員の待遇が悪いであったり、会社は利益を上げているのに、それを社員に分配していないといったようなことについて、改善を要求するものです。ですが、あちらの国で起きているストというのは、会社が赤字経営にもかかわらず、もっと基本給を上げろ、もっと一時金の金を出せといったような非常に過酷な要求をしています。この結果として一体何が起ころうとしているのかということについて今回は取り上げていきましょう。それではあちらの国の GM の現地法人が起こしているストについての記事をお聞きください。5年間で4兆ウォン赤字の警告 GM、 初めて全面スト。今年の賃金交渉で基本給引き上げと生産量配分を要求してきた渓谷 GM の労働組合が国内すべての工場で9日から11日までの全面ストに入った。使用者側が基本給引き上げ案に対して折衷案を出さず、第二工場など国内生産施設の稼働中断の動きを見せるとこれに反発したのだ。構造調整中の渓谷 GM 側は強硬な立場を維持している。今年の賃金交渉で、警告 GM の労働組合は、使用者側に基本給 5.65% の定額引上げを要求した。また、通常賃金の 250% 規模の成果給と、激励金650万ウォンなど、計1670万ウォン、約150万円水準の現金支給も要求した。使用者側は、これまで8回の交渉でこれを拒否した。使用者側は2014年から昨年まで過去5年間の累積赤字、純損失基準が4兆4510億ウォンに上るなど、経営状況が正常化していないため、賃金据え置きが避けられないという立場を守っている。全面ストは11日までだが、今後労使間の隔たりが埋まるかどうかは未知数だ。渓谷 GM の労働組合は、使用者側に第二工場の新車投入計画を要求するなど、今後の中長期生産計画を明らかにするよう要求している。しかし、使用者側は、第二工場はもちろん第一工場、その他の工場などの中長期生産量の確保分がまだないという点を明確にしている。現地法人が全面ストに突入したということに関して、本社であるアメリカゼネラルズモーターズ社長は警告を行っています。アメリカゼネラルモーターズ社長の警告、労組ストを継続すれば、渓谷での生産他国に移転も。アメリカゼネラルモーターズ最高役員が、渓谷 GM の労働組合がストを継続すれば、渓谷で生産する量の一部を他国の工場に移転することができると公開警告したことが確認された。GM は現地法人の株式の 77% を持つ筆頭株主だ。GM 海外事業部門のジュリアン・ブリセット社長は、現地 GM 役員らと会い、GM 本社経営陣は、現地法人のストにとても失望しており、今後の状況を鋭意注視していると話した。彼は、ストは現地法人だけ損害を出す結果につながりかねないと懸念する。昨年4月のクンサン工場閉鎖の発表で触発された労使間対立が収拾してから、GM の社長クラスの役員が現地法人の生産量の海外移転の可能性を取り上げたのは今回が初めてだ。GM 北米工場を閉鎖した現実、警告 GM 労組も直視しなければ。警告 GM は第一工場でトラックス、第二工場でマリブをそれぞれ生産している。来年からは第一工場で新型スポーツ多目的車、SUV のトレイルブレイザーを生産し、トラックスの生産は第二工場に移す。トレイルブレイザーとトラックスの内需だけでなく、輸出もするモデルだ。GM 本社がこれらの一部を海外の別の工場に割り当てることに決めれば、現地法人は身動きもできず、工場一箇所を閉めなければならない。現地法人の GM は赤字に苦しんでいるといったことが記事の中でも触れられていますが、そのような状況においても、労働組合は基本給の値上げと、そして多額の一時金の要求をしています。当然のようにして、赤字経営が続いていれば基本給を大幅に値上げすることや、また多額の一時金などを出す余裕など当然のようにしてありません。ですから、経営者側がこれを拒否するというのはとても自然な成り行きです。
それでは一体なぜこのようにして労働組合が基本給の値上げであったり多額の一時金を要求するかといえば、それは親会社の経営を見ているからというふうに考えられます。アメリカに本社を置くゼネラルモーターズは現在のところ業績は上向きになっています。ただしその黒字の稼ぎ方というのは過去の負債をまずは処理したからというのが一番大きな面です。北米の5工場を閉鎖し従業員1万4000人を削減するといったような、いわゆるコストカットを大幅に実行して、これによって生産能力を一時的に減退させ、販売量と生産量のバランスをとっています。それにより業績は上向き、2019年の業績というのは過去最高に近い水準を目指しているという状況です。そのような親会社の経営状態が良いということを理由にして、現地法人の労働組合は、我々はその業績が良いことの下支えをしている、もっとお金を出せというわけです。しかし業績が上向いた要因として挙げた北米の5工場閉鎖であるとか1万4000人の従業員の削減であるといったことなどが業績に大きく貢献したというのもわかるように、現在の GM が新しい車種を発売して大幅に利益を伸ばしているというよりは、まずは固定費のコストカット部分を優先して行い、それによってバランスを整えたという面は否めません。そのような状況の中で赤字が続いている現地法人の労働組合がもっとお金を出せというのは全く状況が見えていない証拠でしょう。そのことについては2つ目の記事でも紹介したように、そのような全面ストというものが続けば当然のようにして他の工場に生産を移すといった選択肢は当然のように経営者側は考えるはずです。ゼネラルズモーターズのような世界中に工場があり世界中で販売を行っている会社の場合、どこか一箇所の国にこだわる必要というものがそもそもありません。あの国の労働組合というのが頑強にもっとお金をよこせというのであれば、それならばもっと従順に働いている国の生産工場というものを拡張してそちらの方で生産を伸ばせばいいやと考えるのはとても自然なことです。そして GM には他の国に生産を移管するだけの政治的な後押しもあります。先ほど私は GM が業績を良くしている理由として北米5工場1万4000人の従業員を削減したという例を挙げました。これはアメリカのトランプ大統領にとってはアメリカの雇用を増やせ、アメリカの製造を増やせといった話に対しては真逆の行動です。ゼネラルズモーターズの CEO は現在の経営状況においては北米の工場で生産するよりももっと生産コストの安い国で作った方が今の GM にとっては経営的に良いと判断し、それを実行し、そして実際に業績についても底を打った状況です。ですから GM の行動というのは経営的には正しかったわけです。ですがそれは政治的にとってはマイナスでした。トランプ大統領はツイッターなどで GM の経営方針に批判的で、もっと雇用を増やせといったことを明確に意思表示を行っています。ですから今回のようにしてアメリカ以外の国での労働争議というものが起こり、また赤字も垂れ流しているということもあれば、 GM としてはトランプ大統領の意見も汲みながらアメリカの工場を復活させるという選択肢もあるかもしれませんし、もっと生産コストの安い国に生産ラインを移すといったようにして、あちらの国の事情など構いなく世界中でビジネスをする経営者として一番正しい行動をとる可能性が非常に高くあります。世界中で生産するそのような世界企業においては、どこか特定の国で赤字が垂れ流すのであればその国でビジネスをする理由というものは存在しません。この国ではもうビジネスができないなと思えばその国を切り捨てるというのが世界的なビジネスを行う上では非常に求められる経営判断なのです。おそらく GM にはそのようなことを判断するだけの素地が今はあります。間違いなくあちらの国でこのような全面ストなどが頻発すれば、そのことは雇用の削減に必ずつながっていくでしょう。そのことを読めない労働組合側というのは残念ながら自滅の道をたどるしかないと私は思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメント等を書き込んでいってください。またチャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をして、次回もまた見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。